リンゴルフの皆さん、こんにちは。 PCM の編集長をやっている村田と申します。今年の3月にアジア最大のゴルフのイベントジャパンゴルフフェア2020というのが、今回のコロナの影響でイベントそのものが中止になりました。で、我々 PCM としても中小のメーカーさんを一堂に集めたコンポーネントコーナーというのを主催を考えておったんですけども、申し込みいただいたメーカーさんに PR する場を設けようということで、リンゴルさんのお力を借りてですね、動画でもこれからメーカーさんの商品紹介をさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。こんにちは、村田です。今日はルーカスというブランド、こちらですね、深掘りをしていきます。で、今回は、ヘッドしかご用意がないので、ヘッド単体で何かお知らせできることをご紹介しようと思ってます。今回のこれ、ドゥーカスデザイン、下にこの赤い文字で、リローデッドプラスというふうに書いてあります。リローデッドプラスですね。で、このプラスというのは何かというと、実はこれが前作がこれリローデッドの、後継機種として、出てきた新しい最新モデルなんです。なかなかこのデザイン、どうですかね皆さん、この赤の配置の仕方っていうか、あとこの H マーク、なんかこれ H マーク、手紙の昔なんかローでこう押し付けするようなマークっぽいロゴなんですけど、で H って書いてあるね。これ実は H ってドゥーカスってのはこれブランド名なんですよね。で、会社名が実はハラケンっていう会社なんです。社長の名前がハラケン太郎っていう名前なので、そこから取ってハラケンブランドとして、ドゥーカスなんですけども、 H マークもしっかり入れてると。それで一応これは新しいリローデッドプラスはですね、特徴としてはウェイトが3つですね、ウェイトが3つついてます。で、もう一つがこれ、なかなかパーツの世界では珍しいんですけども、こういうふうにスリーブが装着できるタイプです。一般的にはそのジクラブ系のものっていうのはこういうスリーブ系あんまりないんですね。珍しいです。ただこれどういうものかっていうと、今もうアメリカの大手ブランド、タイトリスト、ピン、キャロウェイ、テラメイド、もうこれと大手メーカーほとんどはこれですよね。でそこに対応すべく、ドゥーカスも新しいモデルとしてスリーブ装着モデルを投入していたと。なおかつ、スリーブがこう3つに分かれているタイプの、ちょっとタイプリストっぽいんですね、これはね。フェースアングルと来角の調整ができるというものですね。ただここら辺のテクノロジーが入ったとしてもですね、なかなか今回ちょっとシダができないので、どういう評価軸を作ればいいのかわからないので、今回はですね、ちょっとヘッド重量に、フューチャーをしてご紹介したいと思います。まずですね、一般的にこういう皆さんが購入して使用されているものってのはゴルフクラブですよね。ヘッドがあってシャフトがついてグリップがついて、これが一つの一体になってゴルフクラブというふうになってます。なのでちょっとこれからですね、クラブを一回ちょっと計測をして、ヘッドも単体でどれぐらいの重さのものがあるのかというのをちょっと測定していきます。はい、それではですね、こちらピンの G410 がですね、こちらのまずゴルフクラブの重さを測ってみたいと思います。はい、304.2g ですね。重い方ですね。はい、じゃあこのピンの G410 が実際にヘッドが何 g なのかちょっと測ってみましょう。はい、210.7g ですね。クラブが 304g だったので、ヘッド重量を抜くと約 100,
2-3g がシャフトとグリップの重さということですね。でヘッド自体がまあ200オーバーの207、まあ、やや重い感じですね。はい、ではちょっと次にですね、まあ、今年、まあ、出先から、ピンの G410 と販売に勢いをつけて、まあ、逆襲状態のこれですね、シムマックステーラーメイドですね。こちらが実際にヘッド重量が何グラムあるのか、ちょっと測ってみましょう。お、200ぴったり、うん、ほぼほぼピンの G410 と同じぐらいのヘッド重量ですね。じゃあそこで今回のルーカスが何グラムあるのか測ってみましょう。先にですね、初代のリローデッドがちなみに何グラムなのかというのを測ってみましょう。 192.3g。 おお、さっきのヘッドに比べると8g以上軽いんですね。ちょっと軽いですね、これはヘッドとしては。じゃあちょっと次、今回の新しいリローデッドプラスですね、これが何グラムなのか測ってみましょう。おお、 203.4g。 アメリカのヘッドより重いんですね、リローデッドプラスは。まあ、数字で見ると本当数グラムの違いでしかないんですけども、ちなみにいろんなヘッドを測った平均値っておおよそどれぐらいなんだろうというところがあります。まあ、これがわからないと重い軽い基準わからないですよね。それが、まあ、今回これプロギアさんのエク5500ですね。このヘッド196.1g です。実はこの 196g がほぼ平均値です。なのでまあおおよそヘッドは 200g 以上のものは重い、192.3g 以下のものは軽いというような分け方ができます。しかしルーカスリローデッド、これ203ってすごいですね。これなかなか日本のパーツメーカーの中ではここまで重量のあるヘッドは珍しいですね。重いヘッドは打ち切れる人にとってみたら重い方が強い球が出ますね。それではですね、このルーカスデザインのリローデッドプラスの特徴ですね、そこをちょっとご紹介します。これ実はフェース面ですね。このフェース面が DAT55G という素材を使ってますのチタンですけども、最近あまりこれ使われない素材です。非常にこう貴重な素材なので、まあ、高価なんですね、このフェース面の DAT55G というのは。なので数を多く売りたいメーカーさんにとってみたらこれはなかなか対応しづらいものです。ということでやはりカスタムのヘッドパーツメーカーさんがよりいいものをこれであげるという意味で DAT55G を採用するという代物です。それを今回採用したヘッドですね。それからこの構造的に言うと、まあ、このスリットですね。まあ、これ実はまあデザインだけじゃないんですよ、このスリットって。これですね。このスリットが入っていることによって、実はスピンコントロールができます。はい、なので、まあ、このヘッド自体は直進性も高くて球が上がりやすいものなんですけども、まあ、往々にして、スピン量が多すぎちゃうと、まあ、当然老けますよね、球がね。で老けた球も
高弾道に見えちゃうんですけども、それじゃ飛ばないんですね。やはりスピン量が多すぎると飛ばないということで、スピン量を最適化する意味でのこのフェースのこう、まあ、ひしゃげ方というかたわみ方ですねのより発揮させるためのスリープがここに入っているというものです。それからですね、ここに3つウェイトがこうついてますね。これちょっと外してみましょう。3グラムですね、真ん中。ですけども、で、リローデッドプラスは、まあ、今回標準搭載で 2g、3g が3個ついてるんですけども、ベッドのオプションで 5g、6g というウェイトもあります。まあ、さらにヘッドをもっと重くしてこうヘッドを効かしたいっていう人ですね、そういった人には、ウェイトを重くする方法があります。ちょっとまあ軽くするものがないので、まあ、あくまでもこのヘッドは200グラムオーバーのやや多めめのヘッドということでご認識ください。で、ちょっと前回のですね、これ一度発行しているこれ PCM という本なんですけど、これ去年の6月発行です。でちょうどこの時にですね、ああこれ表紙出てるんだからこれね、出てますもんね、27個、この時に27個のヘッド計測をやりました。でその時に確かこのドゥーカスというヘッドがこれか、あこんな感じで出てます。でこの時のコメントでいくと、まあ、やっぱりデザインですね、エッジの立ったまあデザインというのと、まあ球が上がりやすいと、球が上がりやすいのと、まあ直進性が非常に高いという評価を当時しましたね。まあ、大手のメーカーとの比較とか、まあ、スペック的な部分でやっぱりこの優位性、まあ、これもちょっとこう出てるんですけども、まあ、どこにどういうウェイトを配置すればですね、より打ちやすくて、自分の好む球が出るのかというのは結構人によって違うと思います。なのでこのウェイト3箇所変えられるっていうのはすごいメリットなんですね。ほんと 1g の違いって人間は体感してやっぱり出玉に変わり変化が出ちゃうんですよ。それぐらい人間ってやっぱシビアにものを感じる能力があるんですね。そういった意味でやっぱりこうウェイトであったりとか、まあスリーブがついてシャフトが変えられるとか、やるまあチューニングですね、いろんなチューニングの幅が広い方が、まあ購入した後ですね、購入した後に調整幅があるっていうのは非常に、使い勝手がいいというものになります。まあ、ぜひちょっと、取り扱い店で次第でもやっていただけますか。Thank you.